以前、三国志の武将で白馬の王子様といえば趙雲しか思いつかない、と言ったら、視聴者さんのコメントで公孫さんだろ、的なコメントが割と多い数来て驚いている、ゆっくり霊夢です。白馬はいいんですけどね。公孫さんを王子様と呼ぶのか論争をしなきゃいけないですね。ふと白馬の王子様ってのは何歳まで許されるのだろうか、とも思った。いつもくだらないことばかり考えている、暇つぶしに定評がある悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは劉備に職を取らせた男、張昌よ。劉備が英雄になるきっかけを作った人物でもあるわね。横山光輝三国志でも印象に残る顔をしていた人物なのでよく覚えています。一目見たらなかなか忘れられない顔をしてるんですよね。さて改めて紹介する人物は張昌、あざなを主張？三国志演技でのあざなは永年。職でとにかく性格が悪い法政とタッグを組み、劉備に職を取らせようとしたものの、劉璋のそばにいたために割を食ってしまった男。彼は一体どういった人物なんですか？張昌は益州職軍政と県出身の人物よ。まずは軽く彼の兄の張宿を紹介するのと同時に彼のことを解説するわ。張宿はとても礼儀正しい男で、また顔立ちもかなり立派な男だったみたい。対して弟の張昌は身長がとても小さな人物で、性格も自分勝手で頑固な男だった。兄弟で性格も何も、かもが違うわ。しかし張昌はものすごい知識量と決断力を兼ね備えている人物だったようで才能豊かな人物だったみたいね。身長は低いし自分勝手な人物ですが、才能だけは本物ってわけですか。張昌はこの時劉璋の元に身を寄せていた法政ととても仲が良かったみたい。法政はクソほど性格が悪く周りの人から誹謗中傷されて、劉璋からあまり重用されなかった男。張昌としても思うところがあったのかもね。彼らは友達同士なのでしばしば会って、劉璋様では大事をなせないだろう、と共に、主君の器量のなさを嘆いていたの。まあ張昌も法政も性格が悪いそうですから、友達一人作るのにも難儀しそうですよね。同じタイプの人物だから仲良くできたのかな。208年、張昌にとっての転機が訪れるわ。劉璋は曹操が兵を繰り出して慶州を手に入れようとしていることを知るとこれを恐れ、殷保という人物を派遣して曹操に挨拶をさせたの。曹操は先んじて劉璋が自分にへり下ってきたので、劉璋を新位将軍、劉璋の兄の有望を平行将軍に任命したの。ここから劉璋が謎の行動を取り出す。劉璋はまた別に張昌の兄の別が十字張宿に貢ぎ物を持たせ、曹操の元に派遣したの。曹操はとりあえず張宿を交換大使に任命してこれをねぎらったの。するとまたもや劉璋は別が張昌を曹操の元に派遣したのよ。お前は一年に一体何回使者を派遣してんねん。ゲームとかではよく見ますね。何人も使者を送って貢ぎ物を送る、ってやつ。実際にやられると超めんどくさそうです。曹操は張昌が自分の元に来た時、ちょうど慶州を降伏させていたし劉備を取り逃したりで忙しかったので、張昌に特に官位を与えたりねぎらったりしなかった。だから張昌はこれに怒った。だって自分の兄は曹操の元に行っただけで交換大使に任命されたわけだからね。派遣される順番でえらい違いですね。先に曹操の元に派遣された兄は大使に任命されて、かたや自分には特に何もなし。そりゃあ私でもちょっと怒っちゃうかもしれないです。張昌の怒りのせいか、その後曹操は赤壁の戦いで孫権、劉備連合軍に大苦戦。しかも曹操軍の中では疫病がかなり流行ったの。張昌は劉璋の元に帰還すると、曹操はもうオワコンです。あいつとは絶交して劉備様と関係を持つべきです。劉璋様と劉備様は同族ですからね。と解き、劉璋はこれに同意した。劉璋は法政を劉備の元に派遣して関係を結ぶことにして、法政は劉備の元から帰還すると友達の張昌に劉備様はとても優れた人物である、と話し、機会があれば劉璋に代わって劉備を新たな職の君主にしようと貢ぎしていたみたい。まあなかなか劉備に職を取らせるチャンスが来なかった。だけどね。この二人本当に仲がいいですね。211年。機
界がようやく来た。曹操が漢中の長老討伐をしようとしていることを知ると劉璋はひどくこれを恐れたの。だから長少は劉璋に、曹操の兵士はとても強く、さらに漢中まで獲得したのならば、我々はどうやってこれを防げばよろしいのでしょうか。と劉璋に聞き、彼は、それがわからないから悩んでいるのだ。と、切れたの。だから長少は、劉備様と劉璋様は同族であり、曹操は劉備様をひどく憎んでいます。劉備様の傭兵術は巧みで、彼に長老を討伐させれば長老程度、劉備様には簡単に敗れる技です。長老さえ討伐できれば益州はもっと強くなり、曹操に対抗することができる技です、と説き、劉璋もその通りだと思ったみたいね。むむむ。劉備は同族と廃へわざわざ慶州から職まで迎え入れるんですか。劉璋の部下に長老討伐をさせればいいだけの話だと思うんですが、劉璋は自分の部下を全く信用していなかったのよ。長少は先んじて劉璋に諸将の褒義、リーラは傲慢で功を頼りに外部と手を結ぼうとしています。今、劉備様を職に呼ばなければ敵は外側から、民は内側から攻めてくるはずです。これではもう失敗です、と言っておいたからね。劉璋は自分の部下を信用していないからこそ、わざわざ外部から劉備を招いたってわけよ。外部と通じているのは長少だというのに、劉璋はまたもや法政を使者に抜擢し、かなりの貢ぎ物を送って劉備を職に招き入れて長老討伐を依頼したの。まあ長少と法政はこの機会に職の機密情報すべてを劉備にリークしたんだけどね。劉璋は劉備が益州に来ると彼のために大宴会を開いた。この時に長少と法政は宴会の最中に劉璋を捕らえるべきだ、と説いたものの、劉備はこの作戦は大事である。請求に動くべきではない、とこれを拒否。だから劉備は北の花房に駐屯して、特に長老を打つわけでもなく民たちに恩徳を施し、職の民たちの心を掴んでいったの。法政は劉備のそばで彼を支え、劉備が行動したら長少が職の内側でこれに、こうするという作戦を取ろうとしてたみたい。外側のみならず、内側からも劉璋を潰そうとしたわけですか。212年。曹操が孫権を攻めて孫権は劉備に救援要請を送ってきた。だから劉備は劉璋に曹操が呉を攻めてるし、学信も関羽を攻めているらしいです。これはもう大ピンチです。私が助けに行かなければ関羽は絶対に負けます。つきましては、数万の兵士と兵糧と物資の援助を劉璋様にお願いいたします。漢中の長老ですが、あれは守るだけしか能がない族です。放っておいても大丈夫でしょ、とかいうもうとんでもない要求を劉璋に伝えたの。劉璋は4000の兵士と劉備が要求した物資の半分を劉備に与えたんだけどね。むむむ。劉備は厚かましい男です。長少は劉備が孫権や関羽救援をしに本気で帰還するつもりだと思い、今、大事をなそうとしているのに、どうして去るのですか、という手紙を法政と劉備に送ったのよ。するとこの手紙が長少の兄の長宿に漏れ、彼は自分に災いが来ることを恐れ、長少が劉備と通じていることを劉少に暴露したのよ。こうして長少は劉少に逮捕され処刑されたの。この長少の処刑によって劉少は劉備の企みに気づき、劉備はやむを得ず軍を出して劉少と戦うことになったの。長少が処刑されなかったら劉備はこんなに早く職を獲得できなかったかもしれないわね。彼の処刑によって歴史が加速していったのかもしれません。長少が生きていれば法政のように活躍できたのか、という点だけは惜しいですけどね。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。劉備と連携が取れずに計画が漏洩してしまった。爪が甘いとも言える人物でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。